メガドライブの海外版であるジェネシスで人気のアクションゲーム「キャプテンラング」がついに日本上陸。秘宝とさらわれた仲間を求めて海賊船や海中などを冥界族の子孫であるアザラシのラングが駆け回るぞ。操作は方向キーとボタン一つのシンプルなものだが、絶妙なタイミングで操作しないとクリアできないハードなアクションゲームとなっている。ステージは全7ステージ。どのステージにもハードなトラップがぎっちりと用意されている。アクションゲームファンにはたまらない歯応えのある一本だ。ムーンサルトキックやローリング走行など基本アクションも多彩なキャプテンラングは6800円で4月22日発売予定です。